はい。えー、今日のね、何やってんだよニュースはちょっと怖いですよ。このムハンマド容疑者、マホメットっていうね、ありがたい名前なのに、やったことありがたくないというね。まあ、そんなパキスタン人、つまり外国人が日本に来て、ろくなことがないんですよ。ほんと、外国人、基本的に嫌ですね。こういうことばっかり。人の家の庭先でやるのは。特に今回の事件は、この怖い顔のね、ひげズの人がね、あの、派もいかない、 まあ女の子、高校生を電車から無理やり降ろしてね、茂みに連れ込んでそこで性的暴行を加えたというね、まあ、とんでもないことをね、やってしまったわけですよ。まあこういうのがね、結構外国人っていうのは好きなんでしょうね。なんかね、日本人は俺がこういうことやったら喜ぶんだみたいに思ってるんでしょうね。なんか甚だしい間違いじゃないかなと思うわけですよ。で、あの、合意の上だったみたいなことを言ってるわけですよ。で、なんかね、 ここにいいですね、もう将来、もうこれで終わっちゃいますよね、こんなことされたら。これ怖いよ、これは。怖い。ただ怖い、外国人の人は。<laughs> 外国人ってだけで怖いもん。<laughs> なんだかならないんですかね、これ、睨んでるよ、ね、うなもん。なんか、怖いですね。ただ怖いですね。うん。なんか、その、気のいい外国人の方もね、いらっしゃると思うんですけども、こういう人のおかげで全部台無しになるような気がするんですよ。何やってんだよ、ニュースでした。